はい、カメラマン山ちゃんです。リノです。鈴音です。まあ、ということでやってまいりましたリンゴルフアレンジマッチプレー対決です。これから2人には特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます。まあ、なお勝者には5万円の賞金が与えられます。よし。敗者は0円です恒例です2人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決するので、ぜひ最後までご視聴、両選手の応援をお願いします。対決ルールを読み上げたいと思います。9ホールのマッチプレーです。で、勝ちホールのスコアによって、まあ、ポイントゲットされます。ボギー以上だと0ポイント、パーは1ポイント、バーディー2ポイント、イーグル5ポイント、アルバトロスホールインワンは10ポイント、で最終ホールのみポイントがダブルアップされます。で、その9ホールの合計ポイントで勝敗を決する形です。 OK パットはありなんですけど、お先にはなしでお願いします。はい、はい、ではお二人よろしいですか。はい、はい、リンゴルフアレンジマッチプレー対決よろしくお願いします。お願いします。もう前回負けてるんで、今回こそリベンジということで勝ちたいです。確かに、まあ、アレンジマッチプレーというよりもリベンジマッチプレーみたいな感じですよね私的にはもうリベンジですね。確かに、まあ、スズメッチに勝ちたいけど自分にも勝ちたい。なるほど。自分としてもしっかりとスコアまとめるっていうことを目標にして、結果勝てればいいなって思ってます。やっぱり自分が思うスイングとかすごく課題がいっぱいあって、まあでもその中でやっぱ自分が今できることをやってもうやるしかないので、ゴルフは絶対フェアウェイにあってグリーンに毎回乗せないといけないスポーツっていうわけじゃないとは思ってて、別にラフからでもアプローチでも何でもパートでもなって思ってます頑張ります。はい、アウト1番パー4からです。はい、お願いします。右でしたけど大丈夫です。はい、よろしくお願いします。うん、同じようなところかな。同じとこじゃん。同じとこだでも左に狙えなかった気がするんです。左に良くない。そうだね、右の方が次が狙いやすいよね。右のラフだね、2人ともですね、多分ラフです。右フェアウェイ、右サイドフェアウェイが良かった同じぐらいで今回は先にラウンド編を見てもらってて、うん、多分みんなどんな感じかなと予想されるそう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 そ。あ、乗りました。ナイスオンです。乗りました。ナイスオン、ありがとうございます。12度といきます。そうそう、行かないか。
そういうふうに。ナイスパー。頑張ります。なんかもうほっとしてる表情ですけど。だって前半の感じだとパートレフかなとか思って。ナイスパー。ありがとうございます。そう、リノちゃんはねせめてバーディーで2ポイントっていうのがあるから、そう、そこを抑えるのか行くのかっていうので自分との葛藤です。そう、スズネッチも葛藤今日持ってますからね。どっちの葛藤が。ナイスショット。うん、捕まってる。何のようでいいの。久しぶりまで考える。ああ、私のアドバイスを聞いたんだな。よいしょ。ありがとう。軽くヒット。いい勝負になりそうじゃない？うん。ここはね、もう2打目、2打目って感じですね。2打目って感じ。バーディ取れるから、本当にそれなんですよ。なんで、スズメッチだってバーディ取れるの。いやいやいや、関して、私も頑張るけど。なんで弱気なの、そんなの。そう、だから、バーって1ポイントだなって言うと。バーディ取ったら常に逆転されちゃうもんね、すぐ。そうです。先行でパートって取ってるから、うん、気持ち的にはね、スズメッチの方が。でもこのパターンなんですよね、なんか大体ちょっと逆転かもしれない。追い込まれた方が強いからさ、最初負けてたら。最終ホール強いですよね。最終ホール強い、勝負どころ強いからさ。最後バーディー取ったらダブルポイントで勝っちゃうから。私も頑張る。すごい深いですね。ね、結構ラフがしっかり。しっかりしてますよね。ラフが強くて、はい、両サイドバンカーで花道も細いじゃないですか、はい、これどこ狙っていくんですか。乗せるんですか。これでも気持ちは、私は今の調子だったら、まあ、乗せられたらラッキーだと思うんで、この沈んだラフで、なんで全然花道ですね。私は左のバンカーに右のバンカーの方がちょっと苦手というか、うーん、確かに右行っちゃう方がなんか危ない気はする。そうですね、左のバンカーちょっと距離残るバンカーになっちゃうんですけど、うん、右左が多分右に傾斜してるので、そんなに難しいバンカーじゃないかなと思って、なるほど、左は OK で打っていきたいな。そうだよね、どっちも入んないで行くってなるとなかなかこうプレッシャーになるから、たし、ね、まあ、ある程度こう幅持たして、はい、まあ、左は入ってもいいかぐらいで、もちろん狙ってくのは花道なんですけど、はい、それで行きたいなと思ってます。いや、でも、お、うん、ラフで、ナイスです。お願いします。6番アイアンで、ちょっとロングアイアンで、ドキドキして。6番、私も6番ロングアイアンだと思っています。うん、6番はロングアイアンで、うん、7番はミドル、7、8はミドル、9ショートアイアン。でもみよちゃんみたいに4番まで入ってる人いないから。4番は超ロングアイアンアイアン好きだったはずなんだけど、最近ちょっと調子が悪い。アイアン買いたくて、気持ちがもう新しいアイアンに向いちゃってるって。なんかもう今のアイアンじゃなくて、早く新しいアイアン届かないかなみたいな。で、そう、それで調子悪くて、気持ちに左右される人だから私すごい。もうなんか、あ、もう早く新しいアイアンがいいみたいな。
って入って。おお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 。すげえ。ナイスです。ボディがいらない。怖い。今日強いよ。ちなみにグリップはどんな握り方だったんですか。あの違うやつにした。違うやつにした。そう。いろいろ試してるの。なるほど。今は良かった。それでやる。どんか。すごいな。試していくんだもんな。試しながら行く。すごい。私は結構その勇者じゃないですよね。勇者じゃない。変えられなくても。いや、ビビるわ。変えないと変わらないんですけど、うん、やっぱり。ね、なかなかまあ普段それでも練習均等に練習してるとかそういうのなんだろうけどね。いや練習してますよ、いろんなグリップでこれだって今日これだっていうのを見つける。候補があるわけですね。候補はあります。すごい、ちょっとどうなるかわかんないですよ。今回はいい勝負ですね。おお、超えた超えた。ありがとうございます。いいとこ行った。ギリギリを攻めたね。ギリギリ攻めましたね。ギリギリを攻めたよ。左行くとさ、次狙えないんだもん。すごい、すごいスレスレを行ったね。あー、やばい、これ来ちゃった。あー、ちょっと抜けなかったかも。オッケー、ナイスショー。出ます。目が合うっていう。なんか木に当たって残ってたの。キーパンヤンです。はい、失礼します。そうですね、ちょっと出すだけみたいな感じです。そうですね。おお。でも難しいよね。ちょっとで曲げるとあれに当たりそうじゃん。ね、だから結果往来みたいな感じだよね。あれなら距離も稼げそうだし。ナイスです。どんまい。今は28じゃあ結構ここが上がってるんだ。これ大事なパットだね。西台です。西台だね。パターがダメだ。パターがダメだよ。ショートパットがダメだ。ごめんね、姉ちゃんの優しさに助けられた。ちょっとマジわかんねえな、これ。でもどうしようもなくないですか。いや、そんなさ、そんな問われても困っちゃうし、さっき入ってるし。じゃあロングパット落とせばいいんですよ、そしたら。あ、じゃあ近づけすぎちゃダメですね。そうそうそう、グリーン周りから行きましょう。そういうこと。近いパットの方が悩んじゃう。なんか、ね、ストローク気にしちゃう。さっき出たんですね。さっき休みになります。まあ、
ができてなかった。そういうパターンだ。私もそれで、あ、そうだって思ったけど。そうだな。フレーズ3ホール終わりまして、スズネッチが1ポイント、はい、リノちゃんが2ポイント、はい、です。自分との戦いです。投げる。自分との戦い。自分との戦いです。欲をかきすぎて気合入りすぎて空回りするタイプなので謙虚に行きます。多分前回の感じと多分全然違うんじゃないですか。どうなんだろう。どうだろうね。1年前あんまりちょっとね、学習してるよね。人間だから学習しますよ。そう、このこのね、ルールにね対応しようとしてる。頑張って学習して、抑えてる。謙虚に行こうって。謙虚に行きます。